こんにちは、ライフワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。今日はインナーチャイルドに関してのお話です。インナーチャイルドを癒すために大切な意識っていうお話をしていきます。はい、まずですね、このインナーチャイルドって言うんですけど、要はこの中の傷ついたインナーチャイルドですね。この傷ついたインナーチャイルドから私たちは、怒りや悲しみや、憎しみ、それから嫉妬心、寂しさ、絶望感とか様々なネガティブな感情、いわゆるエゴの感情っていうのが生まれてきます。これが元で私たちが人生を生きていく上でですね、大きなトラブルになっていったりとか、生きづらさにつながっちゃうわけですよね。仕事だったり、パートナーシップ、家族関係、人間関係、自分の人生の目的を追求していくっていう上で、なかなかこの傷ついたインナーチャイルドがいっぱいいることによって、本来の幸せから外れていっちゃうと。逆に言うと、インナーチャイルドを癒すことができれば、こういったネガティブな感情っていうのが生まれにくくなるので、そうするとやはり、仕事においても本当に自分が望むですね、心からやりがいを感じるような仕事ができたりとか、パフォーマンスも発揮できるから、それはたくさんの方に喜ばれたりとか、自分の収入とかにも返ってくるし、パートナーシップとか家族とか人間関係っていうものもより良好で愛にあふれるものになっていくわけですね。だから幸せになっていけるっていうことです。もう一つですね、スピリチュアルな意味でこのインナーチャイルドを癒すのがなぜ大切かっていうことなんですけれど、要はこの傷ついたインナーチャイルドっていうのはエゴなんですけれど、これがたくさん問題があるっていうことは、エゴと私たちはつながってしまうってことで、エゴとつながっちゃうってことは、ハイヤーセルフとか高次元とはつながりづらくなっちゃうんですね。こっちにつながっちゃっていると。ですから、やはりアセンションっていう方向にね、霊的成長の方にはなかなか進めないわけですよ。逆にここを、この問題を解決していけば、その分ですね、自分のハイヤーセルフであり、さらに高次元のですね、上の領域、スピリットの領域とかにつながっていけるので、霊的成長プロセスが進みますから、アセンションに近づいていきます。で、これは当然、ツインでの統合とか、ライトワーカーがですね、覚醒していくためにも、必ず大切なことです。もう一つ加えて言うと、このインナーチャイルドっていうのは今世だけじゃなくて過去世の自分もね、抱えてるじゃないですか。でも過去世の時の自分が、その時に解決できなくて今世に持ち越しているのがカルマになるので、でもインナーチャイルドっていうのは今世の問題だけじゃない、幼少期の問題だけじゃありません。過去世のカルマも含むようなものすごく大きな問題なんですね。で、ここをどんどんクリアしていくっていうことがやっぱカルマの解消であり、当然これが霊的成長にもつながっていくわけです。ではですね、インナーチャイルドを癒す上で大切な意識ということでお話しすると、これはズバリですね、インナーチャイルドを否定しないっていうことが大事です。僕はですね、セッションを通してお客様にたくさんインナーチャイルドの癒しのセラピーを提供してるんですけれど、やはりですね、熱心な人って、すごく真面目で熱心な人って、インナーチャイルドの問題をね、みんな早く解決したいとね、いうので、問題点潰しのような意識になってしまう人だったりとか、あとは怒りとか、嫉妬心だったりとか、憎しみとか、そういう感情、とにかくそういうものを感じて、そういういけないと、ね、いうような意識の方いるんですね。結構宗教的なものをの学びをされてきた方、仏教だったりキリスト教だったりとかの、過去にされてきたような方って多いんですけど、過去の宗教っていうのは素晴らしい、本当に、真理っていうものがそこに存在してて本当に素晴らしいんですけど、ただ、現代の私たちには合わない部分もあるんですよね。過去の宗教だと、それこそこういう怒りとか憎しみとか嫉妬心だったり、こういうね、ネガティブな感情、例えば煩悩っていう感じに否定しがちです。こういうのを心に抱いてはいけないと、なんですけど、やっぱりこれちょっと今難しくて、怒ってはいけないって言っても怒りは湧いてくるわけです。妬んではいけないと思っても妬んでしまうんですよ。だからそれを抑え込もうとするっていうことは、要は自分の中の傷ついたインナーチャイルドを否定して抑圧してることになるんですね。だからうまくいかないんですよ。こういうような宗教の行き詰まりの中である意味生まれてきたのが心理学っていうものですよね。で、心理学では、何が変わったかっていうと、まずこのように自分の中から生じてくる、感情っていうのはどんなものでも認めるっていうですね、ようなものが考え方が生まれたわけです。怒りだったり憎しみだったり嫉妬心だったり、こういうようなネガティブな感情であっても、まずそれを
ジャッジしないで認めるってこと、あ、私は今怒ってるんだと、私は あの人のことを妬んでるんだとか、ね、私は寂しさを感じてるんだとか、ね、このように感情をジャッジしないでまず受け止めるっていうこと、ね、こういうような考え方っていうのがやはり心理学っていうのが発達する中で生まれてきたところなんですよね。で、要はこの先なんです。で、ジャッジしないで受け止めるっていうふうに言いましたけど、じゃあもう頭に来たから怒っちゃえばいいやとか、あの人のことすっごく妬ましいって、ただその感情その通りに表現していけばいいかって言ったらそんなことはないっていうことですね。要は何のために受け止めるかっていうと、やはりこのようなネガティブの感情っていうのはエゴの感情ですから、私たちの結局幸せを阻むものなんですよ。ですからこのままにね、しちゃったら出しちゃいけないわけですよ。ね。なので受け止めるって要は私たちはこのような今感情っていうものも持ってるんだと受け止めることで、じゃあ受け止めた上でじゃあどのようにこれと向き合うかっていうですね、対象化することになるんですよ、ね、自分が感情に染まってると人っていうのはその問題はどうにもできないんですね。だからまず問題解決するためには私たちは問題の外に行く必要があります。感情を受け止めると、私は今、怒りを感じてるんだってした時に対象化されるわけですね。そうして初めてこの感情っていうものと向き合います。どうしてじゃあ私は怒りを感じてるんだろうかと、この根本にはどういう何があって、どういうことで傷ついたから私はこの怒りの感情っていうのを抱いたんだろうとかっていう対象化していけると、じゃあそれっていうのと向き合っていけるっていう風になります。実際の、まあ、僕がやるようなインナーチャイルドのワークなんかだったら、この自分の中の傷ついたり怒りとか憎しみとかいろんな考えてるインナーチャイルドを呼び出してヒーリングしたり、まあ、コミュニケーションをとってね、実はこうもうインナーチャイルドにカウンセリングしていく感じだったりするんですね。なんですけど、そうなった時にやっぱりね、最初に否定的な意識であったらインナーチャイルドとなかなかこう、うまくいかないんですけど、今みたいに受け止めた上でね、ちゃんとその認めてあげる、で話を聞いてあげて、じゃあどうしてたらいいかなみたいになっていくと、もうここでですね、インナーチャイルドとね、仲良くなっていくんです、だんだん。うん、そうすると、このインナーチャイルドがここから苦しいとか悲しいってとこから抜け出しやすくなるんですよね。それが結局、インナーチャイルドを癒して満たしてあげるっていうことにつながっていきます。でこの俺ワーク自体は正直言ったらこんなんで教えたりしたら絶対できません。インナーチャイルドの問題を扱うっていうのは結構ですね、やっぱ繊細な領域なので、自己流でやってしまったりとか、こんな YouTube とか見てね勝手にやったりすると大きなトラブルになるので、これは僕だけじゃなくて他の先生でもいいんですけれど、もう本当にインナーチャイルドの、ね、問題点に関しては自己流でやらずに、専門の先生と一緒にですね向き合っていただきたい。しっかりとインナーチャイルドの癒しっていうのが、できるような、方と向き合っていただきたいと思います。まあ、冷静で客観的でかつですねしっかりと寄り添ってサポートしてくれるような先生に、力を借りてインナーチャイルドの癒しっていうのはしていったらいいんじゃないかなと思います。もちろん僕もですね、インナーチャイルドの癒しとても得意としていますんで、もしですね本気でこういうこと、癒しやっていきたいって方はぜひですね、僕のセッションとかね、あとワークショップとかで受けていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今日お話しした動画が何か気づきとかですねヒントにつながった方、ぜひ高評価ボタンをいただけたり、チャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。それから無料のメール講座ですね、概要欄にですねリンク貼っております。ライトワーカーとかツインデーに関するメール講座、こちら読んでいただくことも、知識の上としての理解広がりますので、ぜひ、登録して読んでみてください。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。